持っていくかって言われて、主婦が持ってたんです。自分は私持ってました、うん、だからちむちゃんこれぜひもう私たちも帰結しようって言ったんですね。集団で帰結する音ですね、パーンとでね、それがあちこちで聞こえたんですよ。一般の犠牲者が倒れてましたから、この人たちの方が楽だよと、どうせ死ぬんだったら早く死んじゃった方が楽だよ、私は本当は思ったんですよ。追い詰められた海岸線、誰もが皆生死の狭間をさまよっていました。戦闘継続を主張した矢原博道大佐、壕を抜け出し捕虜となり生還しました。3ヶ月間受給したが、これで第32軍の任務は十分とは言わんが、果たしたと思ったんですよ。なるほどね、僕はその精神だから、まあ、僕としては一緒に死ねばよかったと思うことは大体あります。戦場というのは美しいその、ばかりではいかん、人間の弱点がいろいろありますけれどね、それは私は申しません。なんかね、生き残ったものも本当は辛いな。否定したもんね、防波堤だ。海に入り乱れる戦場で攻撃をエスカレートさせていったアメリカ軍、それぞれの軍隊の論理が優先された結果、住民の犠牲は膨らみ続けていきました。